では江戸川乱歩の屋根裏の散歩者を朗読します。 多分それは一種の精神病ででもあったのでしょう。大田三郎はどんな遊びもどんな職業も何をやってみても一向この世が面白くないのでした。学校を出てからその学校をとても一年に何日と感情のできるほどしか出席しなかったのですが彼にできそうな職業は片っ端からやってみたのです。 けれどこれこそ一生を捧げるに足ると思うようなものにはまだ一つも出くわさないのです。おそらく彼を満足させる職業などはこの世に存在しないのかもしれません。長くて一年、短いのは一月ぐらい、彼は職業から職業へと転々しました。そして、とうとう見切りをつけたのか、今ではもう次の職業を探すでもなく、文字通り何もしないで、 面白くもないいそその日そのの日日を送っているのでした遊びの方もその通りでした。かるた玉月、きテニス水泳山登り碁将棋果ては各種の賭博に至るまでとてもここには書ききれないほどの遊戯という遊戯は一つ残らず「娯楽百科全書」というような本まで買い込んで探し回って試みたのですが職業同様 これれははといいいうものもものなく、彼はいつも失望させられていました。だがこの世には女と酒というどんな人間だって一生涯飽きることのない素晴らしい快楽があるではないか諸君はきっとそうおっしゃるでしょうねところが我が郷田三郎は不思議とその二つのものに対しても興味を感じないのでした酒は体質に適しないのか一滴も飲めませんし 女の方は無論その欲望がないわけではなく相当遊びなどもやっているのですがそうかといってこれあるがために生きがいを感じるということにはどうしても思えないのですこんな面白くない世の中に生きながられているよりはいっそ死んでしまった方がましだともすれば彼はそんなことを考えましたしかしそんな彼にも 命を惜しむ本能だけは備わっていたと見えて25歳の今日が日まで「死ぬ死ぬ」と言いながらつい死にきれずに生きながらえているのでした親元から月々いくらかの仕送りを受けることのできる彼は職業を離れても別に生活には困らないのです一つはそういう安心が彼をこんな気まま者にしてしまったのかもしれません そこで彼はその仕送り金によってせめていくらかでも面白く暮らすことに不信しました例えば職業や遊戯と同じように頻繁に宿所を変えて歩くことなどもその一つでした彼は少し大げさに言えば東京中の下宿屋を一見残らず知っていました一月か半月もいるとすぐに次の別の下宿屋へと住み帰るのです むろんその間には放浪者のように旅をして歩いたこともありますあるいはまた仙人のように山奥へ引き込んでみたこともありますでも都会に住み慣れた彼にはとても寂しい田舎に長くいることはできませんちょっと旅に出たかと思うといつの間にか都会の灯火に雑踏に引き寄せられるように彼は東京へ帰ってくるのでしたそしてその旅ごとに 下宿屋を変えたことは言うまでもありません。さて彼が今度映ったうちは東映館という新築したばかりのまだ壁に湿り気のあるような新しい下宿屋でしたがここで彼は一つの素晴らしい楽しみを発見しましたそしてこの一編の物語はその彼の新発見に関連したある殺人事件を主題とするのですが。 お話をその方に進める前に、主人公の郷田三郎が、素人探偵の明智小五郎と知り合いになり、今まで一向気づかないでいた、犯罪という事柄に新しい興味を覚えるようになった経緯について、少しばかりお話ししておかねばなりません。二人が知り合いになったきっかけは、あるカフェで彼らが偶然一緒になり、その時同伴していた友達が、 明智を知っていて紹介したことからでしたが三郎はその時明智の聡明らしい要望や話っぷりや身のこなしなどにすっかり引きつけられてしまってそれからはしばしば彼を訪ねるようになりまた時には彼の方からも三郎の下宿へ遊びに来るような仲になったのです明智の方ではひょっとしたら三郎の病的な性格に 一種の研究材料として興味を見いだしていたのかもしれませんが三郎は明智からさまざまな魅力に富んだ犯罪団を聞くことをいもなく喜んでいるのでした同僚を殺害してその死体を実験室の窯で灰にしてしまおうとしたウェブスター博士の話数カ国の言葉に通行し言語学上の大発見までした友人エアラムの殺人罪。 いわゆる保険まで同時に優れた文芸評論家であったウェーン・ライトの話小児の電肉を煎じて養父の来病を治そうとした野口修郎の話さては数多たの女を女房にしては殺していったいわゆるブルーベアドのランドルーだとかアームストロングなどの残虐な犯罪団 それらが退屈ししきっていたたをどんなに喜ばせたことでしょう。明智の雄弁な話ぶりを聞いていますとそれらの犯罪物語はまるでけばけばしい極彩色の絵巻物のように底知れぬ魅力を持って三郎の眼前にまざまざと浮かんでくるのでした明智を知ってから23ヶ月というものは サブローはほとんどこの世の世味彼はさまざまな犯罪に関する書物を買い込んで毎日毎日それに読みふけるのでしたそれらの書物の中にはポーだとかホフマンだとかあるいはガボリオだとかその他いろいろの探偵小説なども混じっていましたああ 世の中にはまだこんな面白いことがあったのか彼は書物の最終のページを閉じるごとにほっとため息をつきながらそう思うのでしたそしてできることなら自分もそれらの犯罪物語の主人公のような目覚ましいけばけばしい遊戯をやってみたいものだと大それたことまで考えるようになりましたしかしいかな三郎も さすがに法律上の罪人になることだけはどう考えても嫌でした彼はまだ両親や兄弟親戚・父などの悲嘆や侮辱を無視してまで楽しみにふける勇気はないのですそれらの書物によりますとどのような巧妙な犯罪でも必ずどこかに破綻があってそれが犯罪発覚の糸口になり 一生涯警察の目を逃れているということはごくわずかの例外を除いては全く不可能のように見えます。彼にはただそれが恐ろしいのでした。彼の不幸は世の中のすべての事柄に興味を感じないで事もあろうに犯罪にだけ言い知れぬ魅力を覚えたことでした。そして一層の不幸は発覚を恐れるために その犯罪を行い得ないということでしたそこで彼は一通り手に入るだけの書物を読んでしまうと今度は犯罪の真似事を始めました真似事ですから無論処罰を恐れる必要はないのですそれは例えばこんなことを彼はもうとっくに飽き果てていたあの浅草に再び興味を覚えるようになりました おもちゃの箱をぶちまけて、その上からいろいろの悪どい絵の具を垂らしかけたような浅草の遊園地は、犯罪志向者にとっては雇用なき舞台でした。彼はそこへ出かけては、映画館と映画館の間の人一人ようやく通れるくらいの細い暗い路地や、共同便所の後ろなどにある浅草にもこんな余裕があるのかと思われるような、 妙にガランとした空き地を好んでさまよいましたそして犯罪者が同類と通信するためでもあるかのように白木でその辺の壁に矢の印を書いて回ったり金持ちらしい通行人を見かけると自分がスリにでもなった気でどこまでもどこまでもそのあとを尾行してみたり妙な暗号文を書いた紙切れを それににはいいつも恐ろしし殺人に関すす。るる事柄などをしたためであるのであの公園のベンチの板の間へ挟んでおいて木陰に隠れて誰かがそれを発見するのを待ち構えていたりその他これに類したさまざまな遊戯を行っては一人楽しむのでした彼はまたしばしば変装して町から町をさまよい歩きました。 労働者になってみたり小じきになってみたり学生になってみたりいろいろの変装をした中でも女装をすることが最も彼の病癖を喜ばせました。そのためには彼は着物や時計などを売り飛ばして金を作り高価なカツラだとか女の古着だとかを買い集め長い時間かかって好みの女姿になりますと頭の上から りと街灯をかぶって、夜更けに下宿屋の入り口を出るのです。そして、適当な場所で街灯を脱ぐと、ある時は寂しい公園をぶらついてみたりある時はもう跳ねる自分の映画館へ入って、わざと男子席の方へ紛れり込んでみたり、果ては、そこの男たちに、際どいいたずらまでやってみるのです。そして、 服装による一種の錯覚からさも自分が脱起のお百だとか上浜みおよしだとかいう独夫にでもなった気持ちでいろいろな男たちを自由自在に翻弄する有様を想像しては喜んでいたのですしかしこれらの犯罪の真似事はある程度まで彼の欲望を満足させてはくれましたけれどもそして 時にはちょっと面白い事件を引き起こしなぞしてその当座は十分慰めにもなったのですけれど真似事はどこまでも真似事で危険がないだけに犯罪の魅力は見方によってはその危険にこそあるのですから興味も乏しくそういつまでも彼を有頂天にさせる力はありませんでしたものの三か月も経ちますといつとなく彼は この楽しみから遠ざかるようになりました。そしてあんなにも引きつけられていた明智との交際もだんだん遠道しくなっていくのでした。 今日のお話によって郷田三郎と明智小五郎との交渉または三郎の犯罪主攻撃などについて読者に飲み込んでいただいた上さて本題に戻って東映館という新築の下宿屋で郷田三郎がどんな楽しみを発見したかという点にお話を進めることにいたしましょう。三郎が 東映館の建築が出来上がるのを待ちかねて意の一番にそこへ引き移ったのは彼が明智と交際を結んだ自分から1年以上も経っていましたしたがってあの犯罪のまね事にももうほとんど興味がなくなりと言って他にそれに変わるような楽しみもなく彼は毎日毎日の退屈な長々しい時間を過ごしかねていました。 東映館に移った当座はそれでも新しい友達ができたりしていくらか気が紛れていましたけれど人間というものはなんと退屈極まる生き物なのでしょうどこへ行ってみても同じような思想を同じような表情で同じような言葉で繰り返し繰り返し発表し合っているに過ぎないのですせっかく下宿屋を変えて新しい人たちに接してみても 一週間経つか経たないうちに彼はまたしても底知れぬ検体の中に沈み込んでしまうのでしたそうして東映館に移って10日ばかり経ったある日のことです退屈のあまり彼はふと妙なことを考えつきました彼の部屋にはそれは2階にあったのですが 安っぽい床の間の隣に一軒の押し入れがついていてその内部は鴨居と敷居とのちょうど中ほどに押し入れいっぱいの頑丈な棚があって上下二段に分かれているのです彼はその下段の方に数個の氷を収め上段には布団を乗せることにしていましたがいちいちそっから布団を取り出して 部屋の真ん中へ敷く代わりに四十棚の上に寝台のように布団を重ねておいて眠くなったらそこへ上がって寝ることにしたらどうだろう。彼はそんなことを考えたのです。これが今までの下宿屋であったらたとえ押し入れの中に同じような棚があっても壁がひどく汚れていたり天井に蜘蛛の巣が張っていたりしてちょっとその中へ寝る気にはなれなかったのでしょうが。 ここの押入れは新築早々のことですから非常にきれいで天井もま白になれば黄色く塗った滑らかな壁にもしみ一つできてはいませんしそして全体の感じが棚の作り方にもよるのでしょうがなんとなく船の中の寝台に似ていて妙に一度そこへ寝てみたいような誘惑を感じさえするのでした。そこで彼は、 早速その晩から押し入れの中へ寝ることを始めましたこの下宿は部屋ごとに内部から戸締まりができるようになっていて女中などが無断で入ってくるようなこともなく彼は安心してこの気候を続けることができるのでしたさてそこへ寝てみますと予き以上に感じがいいのです4枚の布団を積み重ねその上に ふわりと寝転んで目の上二尺ばかりのところに迫っている天井を眺める心持ちはちょっと異様な味わいのあるものです。襖をぴっしゃり締め切って隙間から漏れてくる糸のような電気の光を見ていますとなんかこう自分が探偵小説の中の人物にでもなったような気がして愉快ですしまたそれを細めに開けて そこから自分自身の部屋を泥棒が他人の部屋をでも覗くような気持ちでいろいろの劇場的な場面を想像しながら眺めているのも興味がありました。時によると彼は昼間から押入れに入り込んで一軒と三尺の長方形の箱のような中で大好物のタバコをぷかりぷかりと吹かしながら とととりりめももない妄想にふけることもありました。そんな時には締め切った襖つ間の隙間から押し入れの中で火事でも始まったのではないかと思われるほどおびただしい白煙が漏れているのでしたところがこの気候を二、三日続けている間に彼はまたしても妙なことに気がついたのです秋っぽい彼は三日目あたりになると もう押し入れの寝台にも興味がなくなって、所在なさに、底の壁や、寝ながら手の届く天井板に落書きなどをしていました。が、ふと気がつくと、ちょうど頭の上の一枚の天井板が、釘を打ち忘れたのか。なんだかふかふかと動くようなのです。どうしたのだろうと思って、手で突っ張って持ち上げてみますと、 なんなく上の方へ外れることは外れるのですが妙なことにはその手を離すと釘付けにした箇所は一つもないのにまるでバネ仕掛けのようにもともと通りになってしまいます。どうやら何者かが上から押さえつけているような手応えなのです。はてなひょっとしたらちょうどこの天井板の上に何か生き物が 例えば大きな青大将か何かがいるのではあるまいか」と。と三郎はにわかに気味が悪くなってきましたがそのまま逃げ出すのも残念なものですからなおも手で押し試みていますとずっしりと思い手応えを感じるばかりでなく天井板を動かすたびにその上でなんだかゴロゴロと鈍い音がするではありませんか。いよいよ変です。 そこで彼は思い切って力任せにその天井板を跳ねのけてみましたするとその途端ガラガラッという音がして上から何かが落ちてきたのです彼はとっさの場合ハッと肩書きへ飛びのいたからよかったもののもしそうでなかったらその物体に打たれて大けがをしているところでしたなんだつまらない ところが、その落ちてきた物体を見ますと、何か変わったものであればよいがと、少なからず期待していた彼は、あまりのことに呆れてしまいました。それは、漬物石を小さくしたような、ただの石ころに過ぎないのでした。よく考えてみれば別に不思議でも何でもありません。伝統甲夫が天井を裏へ潜る通路にと、 天井板を一枚だけわざと外してそこからゴミなどが押し入れに入らぬように石ころで重しがしてあったのですそれはいかにもとんだ喜劇でしたでもその喜劇が奇縁となって郷田三郎はある素晴らしい楽しみを発見することになったのです彼はしばらくの間自分の頭の上に開いている ホラ穴の入り口とでもいった感じのするその天井の穴を眺めていましたがふと持ち前の好奇心から一体天井裏というものはどんなふうになっているのだろうと恐る恐るその穴に首を入れて四方を見回しましたそれはちょうど朝のことで屋根の上にはもう日が照りつけていると見え方々の隙間からたくさんの細い光線が まるで大小無数の短小塔を照らしてでもいるように屋根裏の空洞へ差し込んでいてそこは存外明るいのですまず目につくのは縦に長々と横たえられた太い曲がりくねった大蛇のような胸着です。 明るいと言っても屋根裏のことでそう遠くまでは見通しが利かないのとそれに細長い建物ですから実際長い胸着でもあったのですがそれが向こうの方は霞んで見えるほど遠く遠く連なっているように思われますそしてその胸着と直角にこれは大蛇の肋骨にあたるたくさんの梁が両側へ屋根の傾斜に沿ってにょきにょきと突き出ています それだけでも随分雄大な景色ですがその上天井を支えるために針から無数の細い棒が下がっていてそれがまるで鍾乳洞の内部を見るような感じを起こさせますこれは素敵だ一応屋根裏を見回してから三郎は思わずそうつぶやくのでした病的な彼は 世間普通の興味には引きつけられないで常人にはくだらなく見えるようなこうしたことにかえって言い知れぬ魅力を覚えるのですその日から彼の屋根裏の散歩が始まりました夜となく昼となく暇さえあれば彼は泥棒猫のように足音を盗んで胸着や梁の下を伝え歩くのです幸いなことには建てたばかりの家ですから 屋根裏につきものの雲の素もなければ、すすやホコリもまだ少しもたまっていず、ネズミの汚した跡さえありません。ですから、着物や手足の汚くなる心配はないのです。彼はシャツ一枚になって、思うがままに屋根裏を調料しました。時効もちょうど春のことで、屋根裏だからといって、さして暑くも寒くもないのです。 館の建物は下宿屋などにはよくある中央に庭を囲んでその周りにマス形に部屋が並んでいるような作り方でしたから従って屋根裏もずっとその形に続いていて雪止まりというものがありません彼の部屋の天井裏から出発してぐるっと一回りしますと。 また元の彼の部屋の上まで帰ってくるようになっています。下の部屋部屋にはさも厳重に壁の仕切りができていて、その出入口には締まりをするための金具まで取り付けてあるのに、一度天井裏に上がってみますと、これはまたなんという開放的な有様でしょう。誰の部屋の上を歩き回ろうと自由自在なのです。 もしその気があれば、三郎の部屋のと同じような、石ころの重しのしてある箇所が方々にあるのですから、そこから他人の部屋へ忍び込んで、盗みを働くこともできます。廊下を通ってそれをするのは、今も言うように、マス型の建物の各方面に人目があるばかりでなく、いつ何時、他の下宿人や女中などが通り合わさないとも限りませんから、非常に危険ですけれど、 天井裏の通路からでは絶対にその危険がありません。それからまたここでは他人の秘密を隙見することも勝手次第なのです。新築とは言っても下宿屋の安武神のことですから天井には至るところに隙間があります。部屋の中にいては気がつきませんけれど暗い屋根裏から見ますとその隙間が意外に多いのに一興喫します。稀には、 節穴さえもあるのです。この屋根裏という屈強の舞台を発見しますと郷田三郎の頭にはいつの間にか忘れてしまっていたあの犯罪思考癖がまたムラムラと湧き上がってくるのでしたこの舞台でならばあの当時試みたそれよりももっともっと刺激の強い犯罪の真似事ができるに違いないそう思うと彼はもう嬉しくてたまらないのです どうしてまあこんな手近なところにこんな面白い興味があるのを今まで気づかないでいたのでしょう魔物のように暗闇の世界を歩き回って二十人に近い東映館の二階中の下宿人の秘密を次から次へとすき見していくそのことだけでも三郎はもう十分愉快なのですそして久方ぶりで 生き甲斐を感じさえすするのです彼はまたこの屋根裏の散歩をいやが上にも強深くするためにまず身支度からしてさも本物の犯罪人らしく装うことを忘れませんでしたぴったり身についた濃い茶色の毛織のシャツ同じズボン下なろうことなら昔映画で見た「叙俗プロテア」のように 真っ黒なシャツを着たかったのですけれどあいにくそんなものは持ち合わせていないのでまあ我慢することにして足袋を履き手袋をはめ天井裏は皆荒削りの木材ばかりで指紋の残る心配などはほとんどないのですがそして手にはピストルが欲しくてもそれがないので懐中電灯を持つことにしました。 夜更けなどを昼とは違って漏れてくる光線の量がごくわずかなので一寸先も見分けられぬ闇の中を少しも物音を立てないように注意しながらその姿でそろりそろりと天井裏を張っていますとなんかこう自分が蛇にでもなったような気がして我ながら妙に恐ろしくなってきます。でもその恐ろしさが何の因果か 彼にはゾクゾクすす。るほど嬉しいのですこうして数日彼は有頂天になって屋根裏の散歩を続けましたその間には予期にたがわずいろいろと彼を喜ばせるような出来事があってそれを記すだけでも十分一遍の小説が出来上がるほどですがこの物語の本題には直接関係のない事柄ですから残念ながらはしゃって ごく簡単に2、3の例をお話しするにとどめましょう。天井からの隙身というものが、どれほど異様に興味のあるものだかは、実際やってみた人でなければおそらく想像もできますまい。たとえ、その下に別段の事件が起こっていなくても、誰も見ているものがないと信じて、その本性をさらけ出した人間というものを観察するだけで、十分面白いのです。 よく注意してみますとある人々はそのそばに他人のいる時と一人きりの時とでは立ち居振る舞いはもちろんその顔の総合までがまるで変わるものだということを発見して彼は少なからず驚きました。それに普段、横から同じ水平線で見るのと違って真上から見下ろすのですからこの目の角度の相違によって当たり前の座敷が 随分異様な景色に感じられます人間は頭のてっぺんや両肩が本箱机タンス火鉢などはその情報の面だけが死として目に映りますそして壁というものはほとんど見えなくてその代わりに全ての品物のバッグには畳がいっぱいに広がっているのです何事がなくても こうした興味がある上に、そこには往々にして滑稽な、悲惨な、あるいはものすごい光景が展開されています。普段過激な反資本主義の議論を吐いている会社員が、誰も見ていないところでは、もらったばかりの昇給の事例を折り鞄から出したりしまったり、幾度も幾度も開かずに打ち眺めて喜んでいる光景、ぞろりとしたお召しの着物を普段着にして、 儚ない豪車ぶりを示しているある相場師が、いざ床に着くときには、その昼間はさも無造作に着こなしていた着物を女のように、丁寧に畳んで布団の下へ敷くばかりか、染みでもついたのと見えて、それを丹念に口で舐めて、お飯などの小さな汚れは、口で舐め取るのが一番いいのだと言います。一種のクリーニングをやっている光景。 何々大学の野球の選手だというニキビ面の青年が運動家にも似合わない臆病さを持って女中への漬け踏みを食べてしまった夕飯のお膳の上へ乗せてみたり思い返して引っ込めてみたりまた乗せてみたりもじもじと同じことを繰り返している光景中には大胆にもインバイフを引き入れてここに書くことをはばかるような すさまじい筐体を演じている光景さえも垂れはばからず見たいだけ見ることができるのです三郎はまた下宿人と下宿人との感情の葛藤を研究することに興味を持ちました同じ人間が相手によってさまざまに態度を変えてゆくありさま今の先まで笑顔で話し合っていた相手を隣の部屋へ来ては まるでフグ大天の敵ででもあるように罵っている者も,もあればコウモリのようにどちらへ行っても都合のいいおざなりを言って陰でぺろりと舌を出している者も,もありますそしてそれが女の下宿人になると一層興味があります東映館の2階には一人の女画学生がいたのです三角関係どころではありません五角六角と 複雑した関係が手に取るように見えるばかりか、競争者たちの誰も知らない本人の真意が、局外者の屋根裏の散歩者にだけはっきりとわかるではありませんか。おとぎ話に隠れ蓑のというものがありますが、天井裏の三郎はいわばその隠れ蓑のを着ているも同然なのです。もしその上、他人の部屋の天井板を剥がして、 そこへ忍び込みいろいろないたずらをやることができたら一層面白かったでしょうが三郎にはその勇気がありませんでしたそこには三室に一か所くらいの割合で三郎の部屋のと同様に石ころでおもしをした抜け道があるのですから忍び込むのは造作もありませんけれどいつ部屋の主が帰ってくるか知れませんしそうでなくとも 窓は皆透明なガラス障子になっていますから外から見つけられる危険もありそれに天井板をめくって押入れの中へ降り襖を開けて部屋に入りまた押入れの棚へよじ登って元の屋根裏へ帰るその間にはどうかして物音を立てないとも限りませんそれを廊下や隣室から気づかれたらもうおしまいなのですさて ある夜更けのことでした。三郎は一回り散歩を済ませて自分の部屋へ帰るために針から針を伝っていましたが彼の部屋とは庭を隔ててちょうど向かい側になっている胸の一方の隅の天井にふとこれまで気のつかなかったかすかな隙間を発見しました計二寸ばかりの雲形をして 糸よりも細いい光線が漏れているのです。何だろうと思って彼はそっと懐中電灯をともして調べてみますとそれはかなり大きな木の節で半分以上周りの板から離れているのですがその半分でやっとつながり危うく節穴になるのを免れたものでしたちょっと爪でこじりさえすれば難なく離れてしまいそうなのです そこで三郎は他の隙間から下を見て部屋の主がすでに寝ていることを確かめた上音のしないように注意しながら長い間かかってとうとうそれを剥がしてしまいました。都合のいいことには剥がした後の節穴が杯型に下側が狭くなっていますのでその木の節をもともとり詰めてさえ置けば下へ落ちるようなことはなく。 そこにこんなな大きな覗き覗穴があるのを誰にも気づかれずに済むのです。これはうまい具合だと思いながらその節穴から下を覗いてみますと他の隙間のように縦には長くても幅はせいぜい一部内外の不自由なのと違って下側の狭い方でも直径1寸以上はあるのですから部屋の前景が楽々と見渡せます。 そこで三郎は思わず道草を食ってその部屋を眺めたことですがそれは偶然にも東映館の宿人のうちで三郎の一番虫のすかぬ遠藤という歯科医学校卒業生で木下どっかの歯医者の助手を務めている男の部屋でした。その遠藤が嫌にのっぺりした虫巣の走るような顔を一層のっぺりさせて すぐ目の下に寝ているのでした。バカに几帳面な男と見えて、部屋の中は他のどの四宿人のそれにも増してきちんと整頓しています。机の上の文房具の位置、本箱の中の書物の並べ方、布団の敷き方、枕元に置き並べた諮らい物でもあるのか、見慣れる形の目覚まし時計、漆器の薪煙コ入れ色ガラスの灰皿、 いずれを見ても、それらの品物の主人公が、世にも綺麗好きな人物であることがわかります。また、遠藤自身の寝姿も実に行儀がいいのです。ただ、それらの光景にそぐわぬのは、彼が大きな口を開いて、雷のようないびきをかいていることでした。三郎は、何か汚いものでも見るように眉をしかめて、遠藤の寝顔を眺めました。 彼の顔は、きれいといえば、きれいです。なるほど。彼自身で不意調する通り、女などには好かれる顔かもしれません。しかし、何という間延びな、長々とした顔の造作でしょう。恋問わず。顔全体が長い割には、変に狭い不自備体。短い眉、細い目。四十笑っているような目尻のしわ。長い鼻。 そして異様に大ぶりな口。三郎はこの口がどうにも気に入らないのでした。鼻の下のところから暖をなして上あごと下あごとがおんもりと前方へせり出しその部分いっぱいに青白い顔と妙な対照をなして大きな紫色の唇が開いています。そして非公正鼻炎ででもあるのか四十鼻を詰まらせ その大きな口をポカンと開けて呼吸をしているのです。いびきをかくのもやっぱり鼻の病気のせいなのでしょう。サブローはいつでもこの遠藤の顔を見さえすれば、なんだかこう背中がムズムズしてきて、彼ののっぺりしたほっぺたをいきなり殴りつけてやりたいような気持ちになるのでした。 そうして、遠藤の寝顔を見ているうちに三郎はふと妙なことを考えましたそれはその節穴から唾を吐けばちょうど遠藤の大きく開いた口の中へうまく入りはしないかということでしたなぜなら彼の口はまるであつらえでもしたように節穴の真下のところにあったのですサブロは物好きにも、 桃引きの下に履いていた猿股の紐を抜き出して、それを節穴の上に垂直に垂らし、片目を紐にくっつけて、ちょうど銃の照準でも定めるように試してみますと不思議な偶然です。紐と節穴と遠藤の口とが全く一点に見えるのです。つまり、節穴から唾を吐けば、必ず彼の口へ落ちるに違いないことがわかったのです。 しかしまさか本当に唾を吐きかけるわけにもいきませんので、三郎は、節穴を元の通りに埋めておいて立ち去ろうとしましたが、その時、不意にちらりと、ある恐ろしい考えが彼の頭にひらめきました。彼は思わず、屋根裏の暗闇の中で、真っ青になってブルブルと震えました。それは、実に、 何のの恨みもないい遠藤を殺害すす。るという考えだったのです彼は遠藤に対して何の恨みもないばかりかまだ知り合いになってから半月も経ってはいないのでしたそれも偶然2人の引っ越しが同じ日だったものですからそれを縁に23度部屋を訪ね合ったばかりで別に深い交渉があるわけではないのですでは なぜその遠藤を殺そうなどと考えたかと言いますと今も言うように彼の要望や言動が殴りつけたいほど虫がすかぬということも多少手伝っていましたけれど三郎のこの考えの主たる動機は相手の人物にあるのではなくてただ殺人行為そのものの興味にあったのですさっきからお話ししてきた通り、サり三郎の精神状態は 非常に変態的で犯罪思考癖ともいうべき病気を持っていてその犯罪の中でも彼が最も魅力を感じたのは殺人罪なのですからこうした考えの起こるのも決して偶然ではないのですただ今まではたとえしばしば殺意を生ずることがあっても罪の発覚を恐れて一度も実行しようなどと思ったことがないばかりです ところが今の遠藤の場合は全然疑いを受けないで発覚の恐れなしに殺人が行われそうに思われます。我が身に危険さえなければたとえ相手が見ず知らずの人間であろうと三郎はそんなことを考慮するのではありません。むしろその殺人行為が残虐であればあるほど彼の異常な欲望は一層満足させられるのでした。 それではなぜ遠藤に限って殺人罪が発覚しないか少なくとも三郎がそう信じていたかと言いますとそれには次のような事情があったのです東映館へ引っ越して45日経った自分でした三郎は懇意になったばかりのある同宿者と近所のカフェへ出かけたことがありますその時同じカフェに遠藤も来ていて 三人が一つテーブルに寄って酒を最も酒の嫌いな三郎はコーヒーでしたけれど飲んだりして3人ともだいぶいい心持ちになって連れ立って下宿へ帰ったのですが少しの酒に酔っ払った遠藤は「まあ僕の家へ来てください」と無理に2人を彼の部屋へ引っ張り込みました遠藤は1人ではしゃいで夜が更けているのも構わず 女中を呼んでお茶を入れさせたりしてカフェから持ち越しののろけ話を繰り返すのでした三郎が彼を嫌いだしたのはその晩からですその時遠藤は真っ赤に充血した唇をペロペロとなめ回しながらさも得意らしくこんなことを言うのでした「その女とですね 僕は一度上司を仕掛けたことがあるのですよ。まだ学校にいた頃ですが、ほら、僕のは医学校でしょう。薬を手に入れるのはわけないんです。で、二人が楽に死ねるだけのモルヒネを用意して、聞いてください。塩原へ出かけたもんです。そう言いながら、彼はふらふらと立ち上がって押し入れの前へ行き、 ガタガタ襖を開けると中に積んであった氷の底からごく小さい小指の先ほどの茶色の瓶を探してきて利き手の方へ差し出すのでした瓶の中には底の方にほんのぽっちり何か白いものが入っていました「これですよこれっぽっちで十分二人の人間が死ねるのですからねしかしあなた,あた こんなこと喋っちゃ嫌ですよ他の人にそして彼ののろけ話はさらに長々と止めどもなく続いたことですが三郎は今その時の毒薬のことを図らずも思い出したのです天井の節穴から毒薬を垂らして人殺しをするまあなんという奇想天外な 素晴らしい犯罪だろう彼はこの妙案にすっかり有頂天になってしまいましたよく考えてみればその方法はいかにもドラマチックなだけ可能性に乏しいものだということがわかるのですがそしてまた何もこんな手数のかかることをしないでも他にいくらも勘弁な殺人法があったはずですが 異常な思いつきに幻惑させられた彼は、何を考える余裕もないのでした。そして彼の頭には、ただもう計画についての都合のいい理屈ばかりが、次から次へと浮かんでくるのです。まず薬を盗み出す必要がありました。が、それはわけのないことです。遠藤の部屋を訪ねて話し込んでいれば、そのうちには、 便所へ立つとかなんとか、彼が席を外すこともあるでしょう。その隙に、見覚えのある氷から茶色の小瓶を取り出しさえすればいいのです。遠藤は始終その氷の底を調べているわけではないのですから、二日や三日で気のつくこともありますまい。たとえまた、気づかれたところで、その毒薬の入手経路はすでに違法なのですから。 表沙汰になるはずもなく、それに、上手にやりさえすれば、誰が盗んだのかも分かりはしません。そんなことをしないでも、天井から忍び込む方が楽ではないでしょうか。いやいや、それは危険です。先にも言うように、部屋の主がいつ帰ってくるか知れませんし、ガラス障子の外から見られる心配もあります。第一遠藤の部屋の天井には、 三郎の部屋のように石ころでおもしをしたあの抜け道がないのです。どうしてどうして釘付けになっている天井板を剥がして忍び入るなんて危険なことができるものですか。さてこうして手に入れた粉薬を水に溶かして鼻の病気のために始終開きっぱなしの遠藤の大きな口へ垂らし込めばそれでいいのです。ただ心配なのは うまく飲み込んでくれるかどうかという点ですが何それも大丈夫ですなぜといって薬がごく少量で溶き方を濃くしておけばほんの数滴で足りるのですから熟睡している時なら気もつかないくらいでしょうまた気がついたにしてもおそらく吐き出す暇なんかありますまいそれからモルヒネが苦い薬だということも サブロはよく知っていましたが、たとえ苦学とも分量がわずかですしなおその上に砂糖でも混ぜておけばバンバン失敗する気遣いはありません誰にしてもまさか天井から毒薬が降ってこようなどとは想像もしないでしょうから遠藤がとっさの場合そこへ気のつくはずはないのですしかし薬がうまく効くかどうか 遠道の体質に対して多すぎるか、あるいは少なすぎるかして、ただ苦悶するだけで死にきらないというようなことはあるまいか、これが問題です。なるほど。そんなことになれば非常に残念ではありますが、でも、サブローの身に危険を及ぼす心配はないのです。というのは、節穴はもともと通り蓋をしてしまいますし、天井裏にも、 そこにはまだほりなどたまっていないのですから何の痕跡も残りません。指紋は手袋で不正であります。たとえ天井から毒薬を垂らしたことが分かっても誰の仕業だか知れるはずはありません。ことに彼と遠藤とは昨今の交際で恨みを含むような間柄でないことは周知の事実なのですから彼に嫌疑のかかる道理がないのです。いやそうまで考えなくても 熟睡中の遠藤に薬の落ちてきた方角などがわかるものではありません。これが三郎の屋根裏でまた部屋へ帰ってから考え出した虫のいい理屈でした。読者はすでにたとえ以上の書店がうまくいくとしてもそのほかに一つの重大な錯誤のあることを気づかれたことと思います。が 彼はいよいよ実行に着手するまで、不思議にもそこへ気がつかないのでした。サブローが都合の良い檻を見計らって、エンドの部屋を訪問したのは、 それから4 5日経ったた。自分でした無論その間には彼はこの計画について繰り返し繰り返し考えた上大丈夫危険がないと見極めをつけることができたのですのみならずいろいろと新しい工夫を付け加えもしました例えば毒薬の瓶の始末についての考案もそれですもしうまく遠藤を殺害することができたならば 彼はその瓶を節穴から下へ落としておくことに決めました。そうすることによって彼は二重の利益が得られます。一方ではもし発見されれば重大な手がかりになるところのその瓶を陰得する世話がなくなること。他方では死人のそばに毒物の容器が落ちていれば 誰しも遠藤が自殺したのだと考えるに違いないことそしてその瓶が遠藤自身の品であるということはいつか三郎と一緒に彼ののろけ話を聞かされた男がうまく証明してくれるに違いないのですなお都合のよいのは遠藤は毎晩きちんと締まりをして寝ることでした入り口はもちろん窓にも。 中から金具で締まりがしてあるので外部からは絶対に入れないことでしたさてその日三郎は非常な忍耐力を持って顔を見てさえ虫歯の走る遠藤と長い間雑談を交わしました話の間にしばしばそれとなく殺意をほのめかして相手を怖がらせてやりたいという 危険極まる欲望が起こってくるのを彼はやっとのことで食い止めました。近いうちにちっとも証拠の残らないような方法でお前を殺してやるのだぞ。お前がそうして女のように多弁にぺちゃくちゃ喋るのももう長いことではないのだ。今のうちにせいぜい喋りためておくがいいよ。三郎は 相手の止めどなく動く大ぶりな唇を眺めながら、心の内ではそんなことを繰り返していました。この男が、まもなく青ぶくれの死骸になってしまうのかと思うと、彼はもう愉快でたまらないのです。そうして話し込んでいるうちに、予想した通り、遠藤が便所に立っていきました。それはもう夜の十時頃でもあったでしょうか。 サブローは抜け目なく辺りに気を配って、ガラス窓の外なども十分調べた上音のしないようにしかし手早く押し入れを開けて氷の中から例の薬瓶を探し出しましたいつか入れた場所をよく見ておいたので探すのに骨は折れませんでもさすがに胸がドキドキして脇の下から冷や汗が流れました実を言うと 彼の今度の計画のうち一番危険なのはこの毒薬を盗み出す仕事でしたどうしたことで遠藤が不意に帰ってくるかもしれませんしまた誰かが隙見をしていないとも限らぬのですがそれについては彼はこんなふうに考えていましたもし見つかったらあるいは見つからなくても遠藤が薬瓶のなくなったことを発見したらそれはよく注意していれば時期わかることです ことに彼には天井の隙見という武器があるのですから殺害を思いとどまりさえすればいいのですただ毒薬を盗んだというだけでは大した罪にもなりませんからねそれはともかく結局彼はまず誰にも見つからずにうまうまと薬瓶を手に入れることができたのですそこで遠藤が便所から帰ってくると間もなくそれとなく話を切り上げて彼は自分の部屋へ帰りました そして、窓には隙間なくカーテンを引き、入り口の戸には閉まりをしておいて、机の前に座ると、胸を躍らせながら、海中から可愛らしい茶色の瓶を取り出して、さて、つくづくと眺めるのでした。モルヒネ。多分エンドが書いたのでしょう。小さいレッテルにはこんな文字が記してあります。 彼は以前に毒物学の書物を読んでモルヒネのことは多少知っていましたけれど実物にお目にかかるのは今が初めてでした瓶を電灯の前に持って行ってすかしてみますと小さじに半分もあるかなしのごくわずかの白いもやもやしたものがきれいにすいて見えます「一体こんなもので人間が死ぬのかしら」と不思議に思われるほどでした 三郎は無論それを測るような精密な測りを持っていないので分量の点は遠藤の言葉を信用しておくほかはありませんでしたがあの時の遠藤の態度口調は酒に酔っていたとはいえ決してデタラメとは思われません。それにレッテルの数字も三郎の知っている致死量のちょうど2倍なのですからよもや間違いはありますまい。 そこで彼は瓶を机の上に置いてそばに用意の砂糖やアルコールの瓶を並べ薬剤師のような綿密さで熱心に調合を始めるのでした死食人たちはもうみんな寝てしまったと見えて辺りはしんかんと静まり返っていますその中でマッチの棒に浸したアルコールを用心深く一滴一滴と 瓶の中へ垂らしていますと、自分自身の呼吸が悪魔のため息のように変にものすごく響くのですそれがまあどんなに三郎の変態的な思考を満足させたことでしょうともすれば彼の目の前に浮かんでくるのは暗闇の洞窟の中でふつふつと泡立ち煮える毒薬の鍋を見つめて 似たり似たりと笑っているあの古い物語の恐ろしい妖婆の姿でしたしかしながら一方においてはその頃からこれまで少しも予期しなかったある恐怖に似た感情が彼の心の片隅に湧き出していましたそして時間の経つに従って 少しずつ、少しずつ、それが広がってくるのです。まだ、can not be hidden long。誰かの引用で覚えていた、あのシェイクスピアの不気味な文句が。 目もくらめくような光を放って彼の脳髄に焼き付くのですこの計画には絶対に破綻がないとあくまで信じながらも刻々に増大してくる不安を彼はどうすることもできないのでした何の恨みもない一人の人間をただ殺人の面白さのために殺してしまうとはこれが正気の定か。 お前は悪魔に見入られたのかお前は気が違ったのか一体お前は自分自身の心を空恐ろしくは思わないのか長い間世の老けるのも知らないで調合してしまった毒薬の瓶を前にして彼は物思いにふけていましたいっそこの計画を思いとどまることにしよう幾度そう決心しかけたかしてません でも結局はどうしてもあの人殺しの魅力を断念する気にはなれないのでしたところがそうしてとつおいつ考えているうちにはっとある致命的な事実が彼の頭にひらめきました <laughs> 突然三郎はおかしくてたまらないように しかし寝静まった辺たりに気を兼ねながら笑い出したのです。バカ野郎。お前はなんとよくできた同契約者だ。大真面目でこんな計画をもくろむなんて、もうお前の麻痺した頭には偶然と必然の区別さえつかなくなったのか。あの遠藤の大きく開いた口が一度、 不穴の真下にあったからといって、その次にも同じようにそこにあるということがどうしてわかるのだ。いや、むしろ、そんなことはまずありえないではないか。それは、実に滑稽極まる錯誤でした。彼のこの計画は、すでにその出発点において、一大名網に陥っていたのです。しかし、それにしても、 彼はどうしてこんなわかりきったことを今まで気づかずにいたのでしょう。実に不思議と言わねばなりません。おそらくこれは、さもこ口ぶっている彼の頭脳に、実は非常な欠陥があった証拠ではありますまいか。それはとにかく、彼はこの発見によって、一方でははなはだしく失望しましたけれど、同時に他の一方では不思議な気やさを感じるのでした。 おかげで俺はもう恐ろしい殺人罪を犯さなくても済むのだああやれやれ助かったそうは言うもののその翌日からも屋根裏の散歩をするたびに彼は未練らしく例の節穴を開けて遠藤の動棲を探ることを怠りませんでしたそれは一つは 毒薬を盗み出したことを遠藤が勘づきはしないかという心配からでもありましたけれど、しかしまた、どうかしてこの間のように、彼の口が節穴の真下へ来ないかと、その偶然を待ち焦がれていなかったとは言えません。現に彼はいつの散歩の場合にも、シャツのポケットからあの毒薬を離したことはないのでした。 あるようなこと。それは三郎が屋根裏の散歩を始めてからもう10日ほども経っていました10日の間も少しも気づかれることなしに毎日何回となく屋根裏を這い回っていた彼の苦心は一通りではありません綿密なる注意そんなありふれた言葉ではとても言い表せないようなものでした三郎は またしても遠藤の部屋の天井裏をうろついていました。そして何かおみくじでも引くような心持ちで、吉か今日か。今日こそはひょっとしたら吉ではないかな。どうか吉が出てくれますように。と、神に念じさえしながら、例の節穴を開けてみるのでした。すると、ああ。 彼の目がどうかしていたのでではないいしょうか。いつか見た時と寸分違わない格好でそこにいびきをかいている遠藤の口がちょうど節穴の真下へ来ていたではありませんか三郎は何度も目をこすって見直しまた猿股のひもを抜いて目測さえしてみましたがもう間違いはありませんひもと穴と口とが まさしく一直線上にあるのです彼は思わず叫び声を立てそうになるのをやっとこらえましたついにその時が来た喜びと一方では言い知れぬ恐怖とその二つが交錯した一種異様の興奮のために彼は暗闇の中で真っ青になってしまいました 彼はポケットから毒薬の瓶を取り出すと一人でに震え出す手先をじっとためながらその線を抜き紐で見当をつけておいて「おおその時の何とも形容できない心持ち」ポトリ「ポトリポトリポトリと十数滴」 それがやっとでした彼はすぐさま目を閉じてしまったのです気がついたかっいたきっと気がついたきっと気がついたそして今にも今にもどんな大声で叫び出すことだろう彼はもし両手が空いていたら耳をも塞ぎたいほどに思いました ところが彼のそれほどの気遣いにもかかわらず下の遠藤はうんともすんとも言わないのです毒薬が口の中へ落ちたところは確かに見たのですからそれに間違いはありませんでもこの静けさはどうしたというのでしょう三郎は恐る恐る目を開いて節穴を覗いてみましたすると 遠藤は口をむにゃむにゃさせ両手で唇をこするような格好をしてちょうどそれが終わったところなのでしょうまたもやグーぐーうぐう寝入ってしまうのでした「案ずるより産むが安い」とはよく言ったものです寝ぼけた遠藤は恐ろしい毒薬を飲み込んだことを少しも気づかないのでした三郎はかわいそうな被害者の顔を 身動きもしないで食い入るように見つめていました。それがどれほど長く感じられたか、事実は二十分とは経っていないのに、彼には二三時間もそうしていたように思われたことです。するとその時、遠藤はふっと目を開きました。そして半身を起こして、さも不思議そうに部屋の中を見回しています。めまいでもするのか、 首を振ってみたり、目をこすってみたり、上事のような意味のないことをぶつぶつとつぶやいてみたり、いろいろ気違いめいた仕草をして、それでもやっとまた枕につきましたが、今度は盛んに寝返りを打つのです。やがて寝返りの力がだんだん弱くなってゆき、もう身動きもしなくなったかと思うと、その代わりに雷のような歓声が響き始めました。 見ると、顔の色がまるで酒にでも酔ったように真っ赤になって鼻の頭や額には玉の汗がふつふつと吹き出しています熟睡している彼の身内で今世にも恐ろしい生死の闘争が行われているのかもしれませんそれを思うと身の毛がよだつようです さてしばらくするとサシも赤かった顔色が徐々に冷めて髪のように白くなったかと思うとみるみる青イ色に変わっていきますそしていつの間にかいびきがやんでどうやら数息吐く息の度数が減ってきましたふと胸のところが動かなくなったのでいよいよ最後かと思っていますと しばらくして思い出したようにまた唇がピクピクして鈍い呼吸が返ってきたりしますそんなことが23度繰り返されてそれでおしまいでしたもう彼は動かないのですぐったりと枕を外した顔に我々の世界とは ままるでで別な一種の微笑みが浮かんでいます彼がついにいわゆる仏になってしまったのでしょう息を詰め手に汗を握ってその様子を見つめていた三郎は初めてほっとため息をつきました。 ととうとう彼は殺人者になってしまったのですそれにしても何という楽々とした死に方だったでしょう彼の犠牲者は叫び声一つ立てるでなく苦悶の表情さえ浮かべないでいびきをかきながら死んでいったのですなんだ人殺しなんてこんなあっけないものか。 三郎はなんだかかがっかりしてししてままいました。創造の世界ではもうこの上もない魅力であった殺人ということがやってみれば他の日常茶飯事と何の変わりもないのでしたこの塩梅ならまだ何人だって殺せるぞそんなことを考える一方ではしかし気抜けのした彼の心を 何とも得体の知れぬ恐ろしさがじわじわと襲い始めていました節穴から死体を見つめている自分の姿が三郎はにわかに気味悪くなってきました妙に首筋の辺がぞくぞくしてふと耳を澄ますとどこかでゆっくりゆっくり自分の名を呼び続けているような気さえします 思わず節穴から目を離して暗闇の中を見回しても久しく明るい部屋を覗いていたせいでしょう。目の前には大きいのや小さいのや黄色い輪のようなものが次々に現れては消えていきます。じっと見ていますとその輪の後ろから遠藤の異様に大きな唇がひょいっと出てきそうにも思われるのです。 でも彼は最初計画したことだけはまず間違いなく実行しました。節穴から薬瓶その中にはまだ十数滴の毒液が残っていたのですを放り落とすことその後の穴を塞ぐこと万一天井裏に何かの痕跡が残っていないか。 懐中電灯を点じて調べることそしてもうこれで手落ちがないとわかると彼は大急ぎで針を伝って自分の部屋へ引っ返しましたいいやいやこれですんだ頭も体も妙にしびれて何かしら物忘れでもしているような不安な気持ちを強いて引き立てるようにして彼は押入れの中で着物を着始めました。 が、その時ふと気がついたのは、例の目測に使用した猿股の紐をどうしたかということです。ひょっとしたらあそこへ忘れてきたのではあるまいか。そう思うと、彼は慌ただしく腰の辺を探ってみました。どうもないようです。彼はますます慌てて体中を調べました。すると、どうしてこんなことを忘れていたのでしょう。 それはちゃんとシャツのポケットに入れてあったではありませんか。やれやれよかったとひと安心してポケットの中からその紐と懐中電灯等を取り出そうとしますとはっと驚いたことにはその中にまだ他の品物が入っていたのです。毒薬の瓶の小さなコルクの線が入っていたのです。彼はさっき毒薬を垂らすとき 後で見失っては大変だと思って、その線をわざわざポケットへしまっておいたのですが、それをど忘れしてしまって、瓶だけ下へ落としてきたものと見えます。小さなものですけれど、このままにしておいては犯罪発覚のもとです。彼は怯える心を励まして、再び現場へ取って返し、それを節穴から落としてこなければなりませんでした。 その夜三郎が床についたのはもうその頃は用心のために押し入れで寝ることはやめていましたが午前3時頃でしたそれでも興奮しきった彼はなかなか寝つかれないのですあんな線を落とすのを忘れてくるほどでは他にも何か手抜かりがあったかもしれないそう思うと彼はもう気が気ではないのですそこで 乱れた頭を強いて落ち着けるようにしてその晩の行動を追って一つ一つ思い出してゆきどこかに手抜かりがなかったかと調べてみましたが少なくとも彼の頭では何事も発見できませんでした彼はそうしてとうとう夜の明けるまで考え続けていましたがやがて早起きの下宿人たちが 洗面所へ通るために廊下を歩く足音が聞こえ出すとつと立ち上がっていきなり外出の用意を始めました彼は遠藤の死骸が発見される時を恐れていたのですその時どんな態度を取ったらいいのでしょうひょっとして後になって疑われるような妙な挙動があっては大変ですそこで彼はその間外出しているのが一番安全だと考えたのですがしかし 朝飯も食べないで外出するのは一層変ではないでしょうかああ、そうだっけ何をうっかりしているのだそこへ気がつくと彼はまたもや寝床の中へ潜り込むのでした。それから朝飯までの2時間ばかりをサブローはどんなにビクビクして過ごしたことでしょうが幸いにも。 彼が大急ぎで食事を済ませて下宿屋を逃げ出すまでは何事も起こらないで済みましたそして下宿屋を出ると彼はどこというあてもなくただ時間を潰すために町から町へとさまよい歩くのでした 結局彼の計画は見事に成功しましまた彼がお昼ごろ外から帰った時にはもう遠藤の死骸は取り片付けられ警察からの隣県もすっかり住んでいましたが聞けば誰一人遠藤の自殺を疑うものはなくその筋の人たちもただ形ばかりの取り調べをするとじきに帰ってしまったということでした。 遠藤がなぜ自殺したかというその原因は少しも分かりませんでしたが彼の日頃の素行から想像して多分地上の結果であろうということにみんなの意見が一致しました現に最近ある女に失恋していたというような事実まで現れてきたのです何失恋した失恋したというのは彼のような男にとっては 一種の口癖みたいなもので大した意味があるわけではないのですが他に原因がないので結局それに決まったわけでしたのみならず原因があってもなくても彼の自殺したことは一点の疑いもないのでした入り口も窓も内部から戸締まりがしてあったのですし毒薬の容器が枕元に転がっていて それが彼の所持品であったことも分かっているのですからもう何と疑ってみようもないのです。天井から毒薬を垂らしたのではないかなどとそんなバカバカしい疑いを起こす者は誰一人ありませんでした。それでもなんだかまだ安心しきれないような気がして三郎はその日一日びくびく者でいましたがやがて 一日二日と経つに従って彼はだんだん落ち着いてきたばかりか。はては自分の手際を得意がある余裕さえ生じてきました。どんなもんだ。さすが俺だな。見ろ。誰一人ここに同じ下宿屋の一間に恐ろしい殺人犯人がいることを気づかないではないか。彼はこの調子では。 世間にどれくらい隠れた処罰されない犯罪があるか、知れたものではないと思うのでした。天網を買いにして漏らさずなんて、あれはきっと昔からの異性者たちの宣伝に過ぎないので、あるいは人民どもの迷信に過ぎないので、その実は巧妙にやりさえすればどんな犯罪だって永久に現れないで済んでいくのだ。 彼はそんな風にも考えるのでした。もっともさすがに夜などは遠藤の死に顔が目先にちらつくような気がしてなんとなく気味が悪くその夜以来彼は例の屋根裏の散歩も中止している始末でしたがそれはただ心の内の問題でやがては忘れてしまうことです実際罪が発覚さえせねばもうそれで十分ではありませんか さて、遠藤が死んでからちょうど三日目のことでした三郎が今夕飯を済ませて御用地を使いながら鼻歌かなんか歌っているところへひょっこりと久しぶりの明智小五郎が訪ねてきました「いやあご無沙汰」彼らはさも心安げにこんな風の挨拶を取り交わしたことですが三郎の方では折りが折りなので この素人探偵の来訪を少々気味悪く思わないではいられませんでしたこの下宿で毒を飲んで死んだ人があるって言うじゃないか明智は座に着くと早速そのサブローの避けたがっている事柄を話題にするのでしたおそらく彼は誰かから自殺者の話を聞いて幸い同じ下宿にサブローがいるので持ち前の探偵興味から訪ねてきたのに違いありません ああ、モルヒネでね。僕はちょうどその騒ぎの時に居合わせなかったから詳しいことは分からないけれどどうも地上の結果らしいのだ三郎はその話題を避けたがっていることを悟られまいと彼自身もそれに興味を持っているような顔をしてこう答えました「一体どんな男なんだい?すると」。 すすぐにまた明智が訪ねるのですそれからしばらくの間彼らは遠藤の人となりについて死因について自殺の方法について問答を続けました三郎は初めのうちこそビクビク者で明智の問いに答えていましたが慣れてくるに従ってだんだん横着になり果ては明智をからかってやりたいような気持ちにさえなるのでした 君はどう思う思ね。ひょっとしたらこれは他殺じゃあるまいかあ何別に根拠があるわけではないけれど自殺に違いないと信じていたのが実は他殺だったりすることが大々あるものだからね。どうださすがの名探偵もこればっかりは分かるまいと心の内であざけりながら三郎はこんなことまで言ってみるのでした。 それが彼には愉快でたまらないのです。そりゃあ、なんとも言えないね。僕も実はある友達からこの話を聞いたときに、死因が少し曖昧だという気がしたんだよ。どうだろう。その遠藤君の部屋を見るわけにはいくまいか。造作ないよ。三郎はむしろ独特として答えました。隣の部屋に遠藤の同居の友達がいてね、 それが遠藤の親父から荷物の保管を頼まれているんだ君のことを話せばきっと喜んで見せてくれるよそれから2人は遠藤の部屋へ行ってみることになりましたその時廊下を先に立って歩きながら三郎はふと妙な感じに打たれたことです犯人自身が探偵をその殺人の現状へ案内するなんて実に不思議なことだな にやにやと笑いそうになるのを彼はやっとのことでこらえました三郎は生涯のうちでおそらくこの時ほど得意を感じたことはありますまい「いよう親玉!」自分自身にそんな掛け声でもしてやりたいほど水際だった悪党ぶりでした遠藤の友達は「それは」 北村と言って、遠藤が失恋していたという証言をした男です。明智の名前をよく知っていて、心よく遠藤の部屋を開けてくれました。遠藤の父親が国元から出てきて、仮りを済ませたのがやっと今日の午後のことで、部屋の中には彼の持ち物がまだ荷造りもせず置いてあるのです。 遠藤の変死が発見されたのは北村が会社へ出勤した後だったので発見の刹那のあ様はよく知らないようでしたが人から聞いたことなどを総合して彼はかなり詳しく説明してくれました三郎もそれについてさも曲外者らしくいろいろと噂話などを述べ立てるのでした明智は二人の説明を聞きながら いかにもくろとらしい目配りで部屋の中をあちらこちらと見回していましたがふと机の上に置いてあった目覚まし時計に気づくと何を思ったのか長い間それを眺めているのです多分その珍奇な装飾が彼の目を引いたのかもしれません「これは目覚まし時計ですね」そうですよ 北村は多弁に答えるのです遠藤の自慢の品ですあれは希少面な男でしてね朝の6時になるように毎晩欠かさずにこれを巻いておくのです私なんかいつも隣の部屋のベルの音で目を覚ましていたくらいです遠藤の死んだ日だってそうですよあの朝もやっぱりこれが鳴っていましたのでまさかあんなことが起こっていようとは想像もしなかったのですよ それを聞くと明智は長く伸ばした頭の毛を指でもじゃもじゃかき回しながら何か非常に熱心な様子を示しました「その朝目覚ましが鳴ったことは間違いないでしょうねええそれは間違いありませんあなたそのことを警察の人におっしゃいませんでしたかい,いえでもなぜそんなことを聞きなさるのです?」。 なぜって妙じゃありませんかその晩に自殺しようと決心した者が翌日の朝の目覚ましを巻いておくというのはあなるほどそういえば変ですね北村は迂かつにも今までまるでこの点に気づかないでいたらしいのですそして明智の言うことが何を意味するかもまだはっきり飲み込めない様子でした が、それも決して無理ではありません入り口に締まりがしてあったこと毒薬の容器が死人のそばに落ちていたことその他全ての事情が遠藤の自殺を疑いないものに見せていたのですからしかしこの問答を聞いた三郎はまるで足元の地盤が不意に崩れ始めたような驚きを感じました。そして、 なぜこんなところへ明智を連れてきたのだろうと自分の愚かさを悔やまないではいられませんでした明智はそれから一層の綿密さで部屋の中を調べ始めました無論天井も見逃すはずはありません彼は天井板を一枚一枚叩き試みて人間の出入りした形跡がないかを調べ回ったのですが 三郎の安堵したことにはさすがの明智も節穴から毒薬を垂らしてそこをまたもともと通り蓋しておくという荒手には気づかなかったと見えて天井板が一枚も剥がれていないことを確かめるともうそれ以上の詮索はしませんでしたさて結局その日は別段の発見もなく済みました。明智は、 遠藤の部屋を見てしまうと、また三郎のところへ戻って、しばらく雑談を取り交わした後、何事もなく帰っていったのです。ただ、その雑談の間に、次のような問答のあったことを書き漏らすわけにはいきません。なぜと言って、これは一見ごくつまらないように見えて、その実、このお話の結末に最も重大な関係を持っているのですから。 その時明智はたもから取り出した煙草に火をつけながらふと気がついたようにこんなことを言ったのです。「君はさっきからちっとも煙草を吸わないようだがようしたのかい?」。そう言われてみますとなるほど三郎はこの23日あれほど大好物の煙草をまるで忘れてしまったように一度も吸っていないのでした。 おかしいねすっかり忘れていたんだよそれに君がそうして吸っていてもちっとも欲しくならないんだいつから考えてみるともう23日吸わないようだあそうだここにあるのを買ったのが確か日曜日だったからもう丸3日の間1本も吸わないわけだよ一体どうしたんだろうじゃあ ちょうど遠藤んの死だだ日からだねそれを聞くと三郎は思わずハッとしましたしかしまさか遠藤の死と彼が煙草を吸わないこととの間に因果関係があろうとも思われませんのでその場はただ笑って済ましたことですが後になって考えてみますとそれは決して笑い話にするような無意味な事柄ではなかったのですそして その,三郎の煙草嫌いは不思議なことにその後いつまでも続きました。 三郎は、そのののの当座、例の目覚ましし時計のことがとがななななんく気になって、夜もおちおちち眠れないのでしたたとえ遠藤が自殺したのでないということが分かっても彼がその下手人だと疑われるような証拠は一つもないはずですからそんなに心配をしなくとも良さそうなものですがでもそれを知っているのがあの明智だと思うとなかなか安心はできないのです。 ところがそれから半月ばかりは何事もなく過ぎ去ってしまいました心配していた明智もその後一度もやって来ないのですやれやれこれでいよいよおしまいかそこで三郎はついに気を許すようになりましたそして時々恐ろしい夢に悩まされることはあっても大体において 愉快な日々を送ることがでできたのです。ことに彼を喜ばせたのはあの殺人罪を犯して以来というものこれまで少しも興味を感じなかったいろいろな遊びが不思議と面白くなってきたことですですからこの頃では毎日のように彼は家を外にして遊び回っているのでしたある日のこと三郎はその日も外で夜をふかして 十時ごろに自分の部屋へ帰ったのですがさて寝ることにして布団を出すために何気なくスーッと押し入れの襖を開いた時でしたあ<っ>彼はいきなり恐ろしい叫び声を上げて二三歩後へよろめきました彼は夢を見ていたのでしょう それとも木でも狂ったのではありますまいか。そこには押入れの中にはあの死んだ遠藤の首が髪の毛を振り乱して薄暗い天井から逆さまにぶら下がっていたのです。三郎は一旦逃げ出そうとして入口のところまで行きましたが 何か他のものを見違えたのではないかというような気もするものですから恐る恐る引き返してもう一度そっと押し入れの中をのぞいてみますとどうして見違えでなかったばかりか今度はその首がいきなりにっこり笑ったではありませんか三郎は再びあっと叫んで ひととびに入り口のところまで行って障子を開けると、にわに外へ逃げ出そうとしました。「郷田君郷田君!ゴーダ君」。それを見ると、押し入れの中ではしきりと三郎の名前を呼び始めるのです。僕だよ「僕だよ僕だよ逃げなくってもいいよ!」。それが遠藤の声ではなくて、 どうやら聞き覚えのある他の人の声だったものですから三郎はやっと逃げるのを踏みとどまってこわごわ振り返ってみますと「失敬失敬!」そう言いながら以前よく三郎自身がしたように押し入れの天井から降りてきたのは意外にもあの明智小五郎でした驚かせてすまなかった。 押入れを出た洋服姿の明智がニコニコしながら言うのです。ちょっと君の真似をしてみたのだよ。それは実に幽霊なぞよりはもっと現実的な一層恐ろしい事実でした。明智はきっと何もかも悟ってしまったのに違いありません。その時の三郎の心持ちは、 実に何とも形容のできないものでした。あらゆる事柄が頭の中で風車のように先転していっそ何も思うことがない時と同じようにただぼんやりとして明智の顔を見つめているばかりでした。早速だがこれは君のシャツのボタンだろうね。明智は、 いかにも事務的な調子で始めました。手には黒っぽいボタンを持ってそれを三郎の目の前に突き出しながら「他の下宿人たちも調べてみたけれど誰もこんなボタンをなくしているものはないのだ」あ「ああそのシャツのだねほら2番目のボタンが取れてるじゃないか」はっと思って胸を見ると「なるほどボタンが1つ取れています」 三郎はそれがいつ取れたものやら少しも気づかないでいたのですシャツのボタンとしてはひどく変わった方だからこれは君のに違いないところでこのボタンをどこで拾ったと思う天井裏なんだよそれもあの遠藤君の部屋の上でだよそれにしても三郎はどうしてボタン謎を落として 気づかないでいででたのでしょう。あの時懐中電灯で十分調べたはずではありませんか君が殺したのではないのかね遠藤君を明智は無邪気にニコニコしながら「それがこの場合一層気味悪く感じられるのです」。 三郎はもうだめだと思いましたたとえ明智がどんな巧みな推理を組み立ててこようともただ推理だけであったらいくらでも弔弁の余地がありますけれどもこんな予期しない証拠物を突きつけられてはもうどうすることもできません。三郎は 今にも泣き出そうとする子供のような表情でいつまでもいつまでも黙りこくって突っ立っていました時々ぼんやりと霞んでくる目の前には妙なことに遠い遠い昔の例えば小学校時代の出来事など幻のように浮き出してきたりするのでした それかから2時間ばかりの後、彼らはやっぱり元のままの状態でその長い間ほとんど姿勢さえも崩さず三郎の部屋に会いたいしていました「ありがとうよく本当のことを打ち明けてくれた」最後に明智が言うのでした「僕は決して君のことを警察へ訴えなどしないよ」ただね、 僕の判断が当たっているかどうか、それが確かめたかったのだ。君も知っている通り、僕の興味はただ真実を知るという点にあるので、それ以上のことは実はどうでもいいのだ。それにね、この犯罪には一つも証拠というものがないのだよ。シャツのボタン <laughs> あれは僕のトリックさ。 何か証拠品がなくては君が承知しまいと思ってね。この前君を訪ねた時その2番目のボタンが取れていることに気づいたものだからちょっと利用してみたのだ。何これは僕がボタン屋へ行って仕入れてきたのだよ。ボタンがいつ取れたなんていうことは誰しもあまり気づかないことだしそれに君は興奮している際だから多分うまくいくだろうと思ってね。 僕が遠藤君の自殺を疑い出したのは君も知っているようにあの目覚まし時計からだ。あれからこの管轄の警察署長を訪ねてここへ臨検した一人の刑事から詳しく当時の模様を聞くことができたがその話によるとモルヒネの瓶がタバコの箱の中に転がっていて中身が巻きタバコにこぼれかかっていたというのだ。聞けば、 遠藤は非常に几帳面な男だというしちゃんと床に入って死ぬ用意まで知っているものが毒薬の瓶をタバコの箱の中へ置くさえあるにしかも中身をこぼすなどというのは何となく不自然ではないかそこで僕はますます疑いを深くしたわけだがふと気づいたのは君が遠藤の死んだ日からタバコを吸わなくなっていることだ。 この2つの事柄は偶然の一致にしては少し妙ではあるまいかすると僕は君が以前犯罪の真似などをして喜んでいたことを思い出した君には変態的な犯罪思考癖があったんだ僕はあれからたびたびこの下宿へ来て君に知られないように遠藤の部屋を調べていたのだよそして犯人の通路は天井のほかにないということが分かったもんだから 君のいわゆる屋根裏の散歩によって死粛人の様子を探ることにしたことに君の部屋の上ではたびたび長い間うずくまっていたそして君のあのイライラした様子をすっかり隙見してしまったのだよ探れば探るほど全ての事情が君を指しているだが残念なことには確証というものが一つもないのだそこでね 僕はあんなお芝居を考え出したのさ <laughs> じゃあこれで失敬するよ多分もうお目にかかれまいなぜってそら君はもうちゃんと自首する決心をしているのだからね三郎はこの明智のトリックに対してももはや何の感情も起こらないのでした彼は明智の立ち去るのも知らず顔に 死刑にされる時の気持ちは一体どんなものだろうただそんなことをぼんやりと考え込んでいるのでした彼は毒薬の瓶を節穴から落とした時それがどこへ落ちたかを見なかったように思っていましたけれどその実は巻き草に毒薬のこぼれたことまでちゃんと見ていたのです。 そしてそれが意識下に押し込められて心理的に彼をタバコ嫌いにさせてしまったのでした。 の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。